どうも、ブルームビューティーバーのゆきです。あっという間にね、梅雨明けしましたよね。ところでドライシャンプーって聞いたことありますかね。ドライってつくだけあって、水で流す必要のないシャンプーのことです。さっと頭皮につけるだけで汚れをある程度落とせるので、とても手軽なアイテムです。例えば災害の時とか体調不良とかでね、シャワーができない時に役立ちます。また夏のお出かけでベタつきとか匂いが気になった時の救世主でもあるので、いざっていう時のために一つ持っておくと便利です。タイプは泡とかミスト、スプレー、パウダー、シートっていう風にね、いろいろあります。主流はミスト、スプレータイプで、一番ね、清涼感を感じてすっきりすることができますよ。泡は汚れが落としやすいです。ですがお店ではちょっと見かけにくいタイプかもしれません。パウダータイプは髪のベタつきとかもね、さらっとさせてくれるので、根元の髪をふんわりさせたい時にも使えます。シートタイプはさっと拭くことができて、一番ねコンパクトなので持ち運びに向いています。こんなに手軽に汚れが落とせるんだったら嬉しい限りなんですが、ここで気をつけてもらいたいのが、やっぱりね、水で流すタイプの代わりにはならないっていうことです。普段のシャンプーの補助的なもの、一時的にねどうにかしたい時のもの、例えばデートとかね、そんな感じの時に使うものっていう風に捉えてくださいね。また頭皮につけるとさっぱり爽快なので、この暑さで何回もつけたくなってしまうんですが、ドライシャンプーはエタノールとかね、メントールが多く含まれているので、使いすぎにはくれぐれも気をつけてください。乾燥してしまったりとか荒れてしまったりとかするんでね、上手に使って少しでも快適な夏をお過ごしください。それではブルームビューティーバーのゆきでした。